しも人々が思いやりをなくしたら地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育てられた。広報オーブは行政と市民の皆さんをつなぐパイプ役として、毎月2回、1日号と15日号を発行し、各家庭に市政情報や町の話題などを届けています。今回のスマイルオーブは12月15日号の広報オーブに掲載した写真で見るオーブの1年で、オーブ市の2013年を振り返ります。2月11日、勤労文化会館で開催した大府市芸術祭で、平丈さんによる人形劇が上演されました。昭和56年、北海道生まれの平さんは、12歳の時、一人人形劇、どんぐりと山猫でデビュー。すべての役柄を一人で演じ分けるだけでなく、脚本、演出、音楽、美術も手掛けています。この日は名作コメディシンデレラと新見南吉のゴンギツネを熱演しました。4月1日、市民の皆さんが日常生活において知りたい行政情報を手軽に入手できるように、大府市暮らしの便利帳を発行しました。A4 版フルカラー印刷136ページで、作成にかかった費用はすべて事業所からの広告収入で賄いました。市内全戸に配布したほか、転入者や希望者には市民課の窓口で配布しました。4月15日、県内で初めて高齢者障害者等横断支援装置を JR 大府駅前交差点などに8基設置しました。この取り組みは、子どもから高齢者まで誰もが幸せに年齢を重ねられる高齢社会の実現を目指すウェルネスバレー構想のモデル事業の一つとして、愛知県警察本部、大学、企業などと連携して行ったものです。この支援装置は信号灯器と連動した LED の表示部を低い位置に設置し、高齢者など視線の低い利用者が信号を見やすくしてあるだけでなく、装置の上部が振動して目の不自由な方でも信号の表示を体感することができるようになっています。4月20日、市役所2階会議室で野菜ソムリエ育成補助金説明会が開かれました。市は大府産の野菜や果物の魅力を広く情報発信できる野菜ソムリエを育成するため、日本野菜ソムリエ協会自治体パートナー制度に登録。この日は補助金制度や資格取得講座の説明のほか、野菜の食べ比べなどが行われました。野菜ソムリエの資格取得にかかる講座受講料を補助する制度は県内で初の取り組みとなります。5月22日、市にゆかりのある5人のオリンピック金メダリスト、女子レスリング吉田沙織さん、伊調香織さん、小原ひとみさん、男子柔道吉田秀彦さん、女子柔道谷本あゆみさんのパネルを作成し、その功績を称えるとともに、市民のスポーツへの関心を高めるためパネル展を開催しました。
その初日となるこの日は、中京女子大学、現在の志学館大学を卒業し、現在大府市民でもある吉田沙織さんと大府市出身の吉田秀彦さんを招待し、除幕式を行いました。6月14日、市は国のバイオマス活用推進会議において中部地域で唯一バイオマス産業都市に認定され、認定証の授与式が行われました。市の構想では、生ごみのバイオマス発電施設を拠点に、バイオマス資源とエネルギーを地産地消する都市均衡型バイオマス新エネルギー利活用ネットワークの構築を目指します。6月19日、市内で高齢化率の高い北崎地区において、地元自治会や生鮮食品、生活用品などを扱う市内事業所5社と連携し、北崎エリア出張販売ビズふれあいサロンの定期開催を始めました。この取り組みは、高齢社会の実現を目指すウェルネスバレー構想に即したモデル事業として、高齢者が出かけるきっかけ作り、住民同士の交流や地元のにぎわい作り、住民の買い物支援などを目指しています。この日は生鮮食品や生活用品、防災用品などの販売だけでなく、地元の茅ヶ崎自治会の皆さんがコーヒーやお茶菓子を提供し、近所の人たちで気軽におしゃべりできるふれあいサロンも併設され、にぎわいを見せていました。7月31日、市役所3階町議室で、株式会社トヨタ自動織機大府工場、京和工場、長草工場、愛三工業株式会社、住友重機械工業株式会社と、大規模災害発生時における地域住民の救援活動や帰宅困難者などを支援する災害時協定の締結式を行いました。こうした協定は知多半島で初の取り組みとなります。協定の内容は、一時的な避難所として事業所内の部屋の提供や、交通が途絶えた場合の帰宅困難者に対する一時休憩所の提供、帰宅困難者に対する防災情報の提供などとなります。11月9日から16日にかけて、オーストラリアポートフィリップ市との姉妹都市提携20周年記念事業として、区の高安市長をはじめとする公式訪問団とともに、市民同士の交流を促進するため市民訪問団を結成し、ポートフィリップ市を訪問しました。ポートフィリップ市では、お茶会、書道、折り紙教室などの市民交流ワークショップが開催され、およそ220人が参加しました。またセントキルダ植物園の日本風庭園に、市民の皆さんから募った寄付金で石灯籠を設置しました。11月10日、志学館大学2年生でレスリング部所属の東坂恵里選手が大府市スポーツ功労者として表彰されました。東坂選手は9月にハンガリーで開催されたレスリング世界選手権女子48キロ級で見事優勝。市はその功績をたたえ、スポーツ功労者として表彰しました。東坂選手は平成24年度にもスポーツ功労者として表彰されており、今回で2回目の受賞となります。さまざまな出来事があった2013年、2014年が皆さんにとって良い年でありますように。